ケン君髪の毛明るくしたのメッシュに、いやメッシュじゃなくて多分単純に前のブリーチのやつが抜けてきてるんだよ、うん、色落ちしてきてるんですね、うん、あとなんだ YouTube 生配信やってます、ただいま、はい、進行形です。あ、この字嫌だな、まあいいか、あ、土曜日に牛角行ってくる、はい、ぜひともお楽しみくださいませ。いらっしゃい、はいね、ちょっとケンさんのカスタム上がりましたもんね。え、ケンさんおすすめの何、あの牛角のケンさんおすすめのアレンジメニュー、アレンジメニュー、はい、上がってた、はい、上がってるんで、ちょっと2日前に上がってますね、はい、あのケンちゃんの食卓の方で上がっておりますので、皆さん見てない方いらっしゃいましたら、はい、今上げましたよ。はい、これで増えるか、これで増えるか、あ、来ない人はストレージ不足かも、そういう話もあるんですね。そうなの、いやうん、ネギチャリ、あ、コメントが早くなった、うん、コメントが早くなりましたね、コメントが早くなった、はい、どういうこと、コメントが結構一気に来てますね。あれ見たら食べたくなった牛角、ぜひと皆さん牛角も行きましょう。インスタ通知来ないな、来た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 、お、来た来た、お、あ、どっちどっち、あ、来たよ来た、あ、来たよ、どっちどっちどっち、北山くんの YouTube は なんであんなに荒れてんの、荒れてんの、荒れてんの、そうなんですか、荒れるんですか、でなんか書いてる人いて、本当ですか、北山くんの YouTube 見た、この前のアイスの回、あ、この前のアイスの回回ん回回ってた、回ったってよ、あ、ケンさん人数が増えてます、どうですか、やっぱし効果あるんすよストーリーって、え、あるか、いやいや、あるあるある、なんでそんなそこ否定的なんですか、あるかありますよ、荒れてはない、ほらまたみんな荒れてるとかさ言うからね、ちょっと荒れてるとかってね、言いたがるんだよ、うん、そうですね、あ、誰かこれ遅くなりましたが 2B の方でもストーリーよろしくですって、これ俺に、あ、高橋くん、あ、ごめんごめん、俺メンションしてないよ、あー、そういうことっすね、うん、今日は通知が届きました、はい、しっかりと効果あります、ゲンさん立証されました、これ人数増えてるよ、はい、ストーリーがしっかりと効果があるっていうのが立証されましたよ、本当、本当です、たまたまじゃない、たまたま2、300人が今たまたまつけたんだ、ほんま、もうああ言えばこう言うやな、ほんま、たまたま、いやいや、そんなことないです、ゲンさん信じましょう、インスタの力を、たまたまってえ、女性スタッフ出過ぎ、そんなの出てたのよくわかんない、あ、そうなんですね、別にいいじゃん、女性スタッフの人出てても、まあまあ、まあ、お仕事ですからね、どこまで言っても、ひねくれてるってコメントありますよ、ひねくれてるって、ケン君信じてるってコメントありますよ、何を、あ、ストーリーが、はい、ストーリーの効果、効果があるってこと、はい、そうですかいや、体が痛い、もう多分俺ケンさんそろそろ眠たくなってくる時間帯なんじゃないかなっていうのを予想してます、いやもう眠いよめっちゃ眠いし、めっちゃ眠いし、もう眠いよもう眠いよ、そうですね、5時起きっすもんね、5時起きって結構、うん、え、この瞬間にあのクオリティのストーリー上げるのギャルすぎ、どういうこと、んそんなクオリティだった、いいじゃないですか、結構だいぶの褒め言葉じゃないですか、んあの一瞬でそのストーリー上げれるって、そうなの、よくわかんないけど、ちょっと俺のやつなんかいつも遅いんだよ、エルメスのサンダル、そうですね、いやセットアップっすよね、ケンさん、そう、
マネージャーさん足どうですか？マネージャーは足治ってません。まあ1週間骨折してる上に捻挫もしてるんでまだ痛いらしいです。はい、ちょっと1週間ですので。そうですね、本当あの広島ではあの無理な、あ、北山くんのファンリアコ多いからな。だってそうなんだ、リアコが多いんだ。なるほどですね、リアコってリアルに恋してる。リアルに恋してる、うん、俺のファンの子たちは現実見てると思うから。まあまあまあ人にね、まあいろんな方がいらっしゃるとも思いますけど、うん、昨日のストーリー朝焼けですよ。あ、五郎さんも同じの、あ、五郎くんも同じの入ってたんだ、うん、へえ。いや、ケンさん、やっぱしこうかったんだ。よかった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 。なんだつまんねえな。もう次回からやる、めんどくさいからでしょそれ絶対、うん、だって毎回やる前にこれ意味あるって言いながらケンさんやるじゃないですか。そうなんだよ。よし、これできました。皆さんありがとうございます。今来てくださる皆さんありがとうございます。あ、初めからね来てくださって皆さんもありがとうございます。立証されました、これで。そうか、これでケンさん来週から素直にやってくれます。ありがとうございます。そうですか。これストーリー嬉しいです。ケン君のファンもリアコじゃないの？そうなの？だってみんな結婚とかしてんじゃん。でもリアコ多めだよっていうコメントもありますよ。矛盾してるわ。どんな話してるんですかこれ。矛盾してるわ。ね、タレトーニーとケンさんのファンってリアコ多いですかみたいな。自分は結婚したり彼氏いたりするのにさ。矛盾してるわ。え、矛盾してるよ。本当ご都合主義がファンには多いからな。え、リアコ枠になりたい。ケン君リアコ枠になりたいっていう、あ、俺が、マネージャーさんにリアコですって方言ってましたよ。あ、惚れられてんじゃん。いいです、ね、おじさん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 いないじゃん。多分電話してる。電話しにどこか行ってました。電話してんの、はい、旦那もいて子供もいる。ケン君もリアコ多いから女の子近づけないで。女の子じゃねえんだよ、周りにいんのは。もうちゃんとした大人ばっかりだから。うん、女の子っていう年齢の人でもないと思うよ。まあ、マダムだとお姉様であったりとかっていう、うん、お姉様方、お姉様方ですね。そのスタッフさんの話でしょ。あ、そのケンさんに絡むスタッフ。うん、ねえ、でも結構あんま多くないですよね。うん、本当に。タオカくんにリア恋する笑ってなってるよ。タオカくんにリア恋、タオカにリア恋してんじゃないの？っていう人もいいんじゃない？へえ、そんな人いてないでしょ。うん、顔も出してないのに。なんでなんで、え、だって顔も出してないのに分かんなくないですか？声、いや声で、声に惚れてんだよ。なるほどっすね。絶対顔出してがっかりされるんでちょっとね、まだそんなことないですけど。近所のリアバになりたい。リアルババアってこと？そんなリアルババアってなんですか？え、そういう意味じゃ、あ、なんか言っちゃった。リアルババアって意味じゃないの？リアバってなんなんですかね。リアバね、なんかさ、またいじっちゃった。え、ちょっといきますね。なんかその数字のやつ見れなくなっちゃった。少々待ちを。じゃあ俺はコメントを見てるわ。